スリーピングマーダーは1976年に刊行されたアガサクリスティの推理小説、マープルシリーズ最後の作品。本作はマープルシリーズの完結を目的として、ポアロシリーズ最終作、カーテンと共に1943年に執筆され、作者死後の出版の契約がなされていた作品である。作者自身に1万1のことがあっても家族が困らないように、 本作の著作権を夫に贈与することが本作執筆の動機であった。本作では前年に執筆された作品5匹の小豚と同様、階層の殺人がテーマとなる。新婚のグレンダ・リードは新居を求めて夫ジャイルズより一足先にニュージーランドからイングランドを訪れる。そしてディルマスで見つけたビクトリア・朝風の家、 ヒルサイド層一目で気に入ったグエンダは、早速その家を購入し、改装を始める。しかし、初めての家のはずなのに、石段、今から食堂へ通じるドアなど、なぜか、隅々まで知り尽くしているような思いにとらわれ不安を感じ始める。さらに、古い戸棚の中からは、彼女がまさに思い描いた模様の壁紙が現れた。恐怖を感じたグエンダは、 ロンドンに住むジャイルズのいとこのレーモンド・ウェスト夫妻からの招待に応じ、レーモンドのおばのミス・マープルたちと芝居の感激に行く。ところが、女の顔を覆え、目が眩む、彼女は若くして死んだというセリフを聞いた途端、グエーンダは、悲鳴を上げて、劇場を飛び出してしまう。気が狂ったのではないかと思い悩むグエーンダは、マープルに、これまでのすべてを打ち明ける。さらに彼女は、 芝居のセリフを聞いた瞬間、ヒルサイド層で殺された女を思い描いたことを話す。マープルは、彼女の告白の中に、回想の殺人を見出す。アガサ・クリスティ百科事典、須藤康夫、編より、アガサ・クリスティ年譜、1943年を参照。ただし、カーテンは、結局、作者の生前の1975年に出版された。 アガサ・クリスティ百科事典、須藤康夫、編より、作品辞典長編、66スリーピングマーダーを参照。カバーにのみ、ミスマープル最後の事件マイナスと表記されている。ありがとうございます。